岩国駅のホームに持ってきたんですけど、もう列車はすでに入線してきてますね。13時44分発の普通下関行きってことで、もう岩国発下関行きって何気にロングラン列車で3時間40分ぐらい所要時間かかるんですよ。かなり時間かかるんですけど、いやこれですよ、マッキーの115系なんですけれども、この区間を走る115系って2ドアなんですよね。あんな感じで117系みたいになってるのが面白いところです。でこの車両もね、いずれでも引退してしまうかもしれないと言われてるんで、ね、乗れる機会があるうちに乗っときたい車両ということでね、今回も乗っていきます。あの幕のところなんですけど、真っ白で何もないっていうのが面白いですよね。これこれが2ドアっていうのがね、特徴的でほんまに面白いです。これで下の関行きってことでね、はい、じゃあ早速乗っていきたいと思います。早速乗ってるんですけど、この115系は2ドアの転換クロスシートになってめちゃくちゃ快適です。でこれびっくりしたんですけど、自動放送がいつの間にかついてるんですね。前まで車掌さんの肉声放送だったんですけれども、こんな自動放送いつの間についたんやって感じでちょっとびっくりしてるんですけどね。国鉄車両の115系にこんな自動放送って違和感しかないんですけど、なかなか面白いですね。これも115系といえばこの MT54 のモーター音ですよね。いやこの音ほんまにいいです。
工場がある下松を発車していきます。次は串ヶ浜、串ヶ浜です。Attention please. The next stop is 串ヶ浜。新幹線の車両とかも下松工場で作られたみたいです。岩国から1時間10分ぐらいで徳山に、ね、到着しました。ここでは山陽新幹線と岩徳線にも乗り換えることができます。じゃあ岩国からこの徳山間は山陽本線でも岩徳線でもどっちでも行くことができるんですよね。多少時間は山陽本線の方が早いです。いや、終点の下関はまだまだ先長いですね。時間以上もずっと乗ってるんでね、座りっぱなしも良くないんで、たまにはこうやって立たないといけないですね。車内はそんなに混んでないですね。
新山口に到着しました。乗ってきた列車16時10分までこの駅で、まあ、待ちみたいな感じですね。山口線と宇部線に乗り換えることができます。で、今日乗ってきたこの115系なんですけど、あの車内に自動放送がついてて、なんでかなと思ったんですけど、こういうなんか普通ワンマンってなってるんですよね。おそらくなんですけど、ダイヤ改正で多分ワンマン運転がしたんかな、ちょっと分かんないんですけどね。多分それで自動放送がついたのかなっていう、そんな感じがします。はい、じゃあまた車内戻りたいと思います。
か岩国を出発してから3時間36分で終点下関に到着です。山陽方面各駅より最新カードの IC 乗車券を本州の、ね、端っこにやっと到着したってことで、タッチしてご乗車されたお客様は下関。